こんにちは、黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、孫悟の上手な叩き方っていうことでやっていきたいと思います。まずは8分音符4つでのグルーブ、ツタタとツタスタ、ツタタとツタスタっていうので、こう回転させるってことなんですけど、これをやっていきたいと思います。次はベースラインとバスドラマがちゃんとそれでロックをしているかどうかを考えるってことですね。それを合わせるように。で、2、3のクラーベの、部分を意識してアクセントを入れる。スネアがツッタンっていうのが入るんですけど、これをやっていって、左足で実際クラーベを入れるようにして練習してみます。で、クラーベっていうのは、ひっくり返るので、ひっくり返ったパターンの場合はどういうふうに処理をするかということですね。あとは叩く場所を変化させて演奏を展開するっていうことまでやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。はい、それではまずですね、8分音符の4つでのグルーブを2種類確立するってことですね。これは、よくこう、孫悟を叩いてる時に、譜面すらはこうなんですよ。だけど、こういうふうにグルーブする感じを出そうと思うと、まず前半のここだけ。これがちゃんとこう回転するように。後半。これでグルーブさせるようにするわけですね。で、これつなげると、ある程度テンポがある方がいいですが、これゆっくりで練習するとちょっとだんだん荒が見えてくるので、ゆっくりでもやらなきゃいけないです。ゆっくりで。で、ただここに入れるだけじゃなくて、ベースが、こういうふうにベースと合ってる。というふうにベースとちゃんとロックしてるかっていうのをベースラインなんかと一緒に合わせるっていうことがすごい大事です。だからベースとここがロックしてるのがこう外れてしまうと、まずここをロックさせて戻さなきゃいけないですね。ドラムとベースがグルーブしてると上の人が乗れるので、ここをひたすらロックして、それから他のことを考えるっていうことですね。で、2と3の比べ、要は、2のとこはうっかんかんのところにこのパターンが入るので、これはベースは上降下降、これどっちも下降か下降なので、上降下降上降下降ってするんですけど、上降の時が2ですね。だけど、これはちょっとパターン的には下降ばっかなんですけど、という形で、こうグルーブ。こういう形でこう足がドーンドーンってシンコペーションして、という具合に、グルーブさせれるようになるといいかなと。で、できれば、これ2スのフラはどっちでもいいんですけど、踏めるとやっぱりラテンのフィールが身につきやすいので、こう閉じてやってみますね。ワン。やっぱこのクラーベがあると、そこにアクセントが集まるので、ラテンのフィールになりやすいですよね。2、3とクラーベ。これ3、2になることもあります。3、2になる、トラディショナルの場合は、1小節伸ばしてひっくり返します。具合に、ひっくり返るとパターンもこの、3、2だとになるし、2、3だと
足と手は 2-3 で連動しているので、ここは、比べがひっくり返るとパターン自体もひっくり返るということですね。叩く場所を変化させて演奏を展開するってことですが、といった具合に、叩く場所を変えて左手もリムショットにしたり押さえて、ハイハットのクローズ、クローズとリムにしたり、こういうところ。叩いたり、ライドのこの普通のシンプルなところ。カップを叩いたり、あとはですね、僕は左足のクラーベは、音量を分けます。という場合に左足も一つの楽器奏者なので、音量をちっちゃくしたり大きくしたり、まあ3段階ぐらいですけど、ちょっとあんまり振りかばらないようにしてるんですね。でもうちょっとやるともうちょっと音色も分けれるかもなと思いますが、全部そうですけど、やっぱ音量のバランスっていうのが一番すごく大事ですね。でやってるパターンよりもどういう抑揚でやるかっていうことの方が大事なので、そういうことを気をつけてちょっとやってみると、すごいこうこのその本語のパターン今ずっと繰り返してただけなので、それだけでうわかっこいいねって言われるようになると思います。なのでただこう、その場所で叩くのではなくて、音量のバランスをしっかり練習してみましょう。というわけで、本日は以上になります。最後までありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。